クリックありがとうございます。薬を飲んでほしくない薬剤師竹下です。2023年6月の医療ニュースやっていきます。まず一つ目がマイナ保険証についてのニュースです。これトラブル続いてますね。読んでいきます。マイナ保険証に医療費10割負担だけでは済まない大問題、7割の病院でトラブルありというタイトルです。つまりマイナ保険証が保険証として使えてないよというニュースです。全額自費の負担になってしまっているってことですね。この問題が7割の医療機関であったというのがニュースになっています。軽く読んでいきます。ここですね。患者の同意のもと病院や薬局などでマイナ保険証を専用の読み取り機にかざすと、あちこちの医療機関などで無駄な薬や検査を省略でき、確認作業が減るというのがあるんですが、減ってません。実際私の薬局でもマイナンバーカードの読み取り機置いてるんですが、うまく読み取れなかったりとか、うまく操作できなくて、結局スタッフがね、そこの説明に時間を取られるってことが起こってます。なのでもう素直に保険証を出してもらって、いつも通り確認した方が早いよっていうケースいっぱいあります。本当はマイナ保険証によって患者様と医療側がね、楽になるはずのシステムなのに、これだけトラブルが続くと国民から医療機関からも批判続いてます。私もマイナ保険証を利用して便利で使ってるんですが、実際トラブルが起こっているっていうのも問題です。少子高齢化の影響で医療機関どこも逼迫してます。私たち医療機関側がどんどん確認作業が増えていく、それによって患者様はどんどん待ち時間が長くなっていくっていうね、負の連鎖が起こってますので、マイナ保険証のトラブルがいち早く解決してほしいなと願ってます。関係者の皆様、初めてのシステムで大変だとは思うんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。では次のニュースです。コロスケがね、5類に変わって1ヶ月以上経ちました。それによってどんな変化が起こったのか確認していきます。全額公費負担でタダで治療できてたんですが、5類に移ったことによってちょっとずつ自己負担が増えてきました。そこ確認していきます。新型コロナウイルス感染症の類型変更に関わる医療費公費負担の取り扱い変更についてとあります。で、神奈川県の、ね、ホームページにまとめてありましたので、これ使っていきたいと思います。こちらね、左側の方が今までの分ですね。ほぼ全部無料なんですよね。で、こっち5類に移ってから先月5月8日からの方なんですけども、無料もちょっとは続いてるんですけど、やっぱりね、自己負担が出てきてるんですね。検査であったりとか診察であったり、こういうのは自己負担が発生してます。保険は効くんですけどね。そしてここですね、対象のコロナウイルスの抗ウイルス薬は無料となってます。つまり診察とか検査は有料なんですけども、その後新型コロナの治療薬だけはまだ無料でもらうことができます。これですね、9月末までですね、公費負担は継続されるので、10月以降新型コロスケにかかってしまった方は治療費も医療費がかかってくることになりますね。新型コロスケも少しずつ一般的な感染症の扱いになってきますね。ですがなんですよ、今増えてますよね。こちらです、話題にもなってますよね。今沖縄の新型コロスケの感染がすごいんですよね。もう第9波が来ていると言われてます。タイトル読みます。沖縄はもう9波5類移行後にコロナ拡大が深刻、救急医療逼迫で入院調整が負担にってありますが、本当にね、感染の広がりが異常です。はい、ここですね。実はね、鹿児島県が第2位なんですね。私今鹿児島人なので、とてもね、それは肌に感じてます。新型コロスケの患者さん本当に増えてます。5類になってね、マスクも外していいことになりましたので、今本当感染しやすい状況だと思います。ちょっとここは難しいんですよね。制度上は5類になって軽くなってるんですけど、未だに感染してしまったらお仕事にはいけないし、結構私生活影響出ますよね。もちろん後遺症の問題もありますので、ぜひ感染対策は継続していただきたいなと思います。感染症に関連してこちらのニュースも出てましたね。今流行ってます RS ウイルスっていうのがね、今どんどん流行ってます。 RS ウイルスが6週連続で増加、インフルエンザは4週連続で減少とあります。インフルエンザ流行ってましたよね。新型コロスケも流行ってました。さらに RS ウイルスっていうのも今どんどん流行ってます。これ2歳以下のね、小さいお子様がかかりやすいウイルス感染症です。私の職場のスタッフですね、お子様いらっしゃる方多いんですけども、やっぱり保育園とか幼稚園でね、 RS ウイルス流行ってると聞いています。どんな症状があるのかを簡単に確認しておきます。こちらのサイトが分かりやすくまとまってましたのでご紹介します。サラヤさんのホームページのところです。 RS ウイルス感染症とはということで、イラスト使って分かりやすく説明されてたのでリンク貼ってますので、気になった方はこちら参照ください。ちょっと感染症の特徴だけ今回ご紹介しておきます。9月頃から流行し初春まで続くが、近年では
夏季より流行が始まるとありますが、本当にその通りですね。夏と同時に流行ってきました。そして非常に感染力が強いです。だから一回ね、その幼稚園とか出てしまうと、みんなね、どんどんかかっていくんですよね。本当にご注意いただきたいなと思います。そして最後に、何度も感染と発病を繰り返すってことで、ちょっと厄介な感染症です。今ね、ちょっとでも体調を崩すと、インフルエンザ？それとも新型コロスケ？それとも RS？ ってことで、いろんなね、選択肢が出てきて、検査もいっぱいしないといけないので、本当にね、子供たちかわいそうなんですよね。感染対策はどのウイルスも共通してますので、ぜひ感染対策、引き続き各自行っていただきたいなと思います。次に、ちょっとね、夢のあるお薬、ご紹介したいと思います。過去最高に痩せる薬、開発されてるよというニュースです。タイトル読みます。イーライ・リリーが開発中の肥満治療薬、過去最高の治験結果、株価上昇とあります。実際、イーライ・リリーさんの株めちゃくちゃ上がっています。糖尿病とか肥満症に対しての治療、どんどん進んでいます。で、イーライ・リリーさんで今大人気の薬が、マンジロっていう薬ですね。名前はちょっとね、面白い名前なんですが、これめちゃくちゃすごい糖尿病のお薬です。体重も減るということで、ダイエット業界でも流行ってますし、もちろん糖尿病治療でもね、かなり効くっていうことで、両方で人気なので、かなり品薄のお薬になってます。さらに今開発中の方が、肥満治療薬なんですよね。どのぐらい痩せたかってことなんですけど、こちらですね、結果こんな感じになってます。48週なので、約1年ですね。1年薬を使い続けた結果、体重が 24.2%、約26キロ減ったっていうね、データがあります。すごいですね。これ数値だけ見たら、100キロの方が約ね、75キロに落ちた。まあこれぐらいの数値ですよね。なので薬だけで約体重が4分の1落ちるってことです。かなりすごいですね。まだ治験段階なので、私たちが打てるっていうのはね、まだ先のことだと思うんですが、数年後にはおそらくこのお薬、もう市場に出てると思います。ですが、お薬に頼るんじゃなくて、お食事で体重をね、管理していただきたいです。私今、腸活ダイエットっていうコーチングをね、実施中です。目的は体重を減らすことなんですが、家庭としては健康的なお食事にしていこうよ、健康的な腸にしていこうよっていうことを実践しています。参加された方、3ヶ月でマイナス5キロ達成されてますし、ダイエットの知識は全くありませんって方から看護師さんやモデルさんまで参加してくださってます。私が直接コーチングしますので、人数に制限がございます。興味がある方、まず私の公式 LINE 友達追加していただいて、無料の豪華プレゼントを受け取ってください。私のコーチングを受けるためには、まずは無料プレゼント、こちらをね、ご覧いただく必要がありますので、ぜひお早めに受け取りください。すみません、お知らせしちゃいましたが、続きやっていきます。こちらから新薬の話をしていきたいと思います。こちらですね、円形脱毛症の新しい薬が承認されたよというニュースです。こちら読んでいきますね。新規円形脱毛症の治療薬、ディトレシチニブを承認とあります。最近ね、ホニャララチニブとかホニャララマブとか、そういうね、なんか似たような語尾の薬が出ること多いんですけども、こういうものは副作用をかなり抑えられたお薬です。これ実は抗体のね、形をした薬なんですけど、そこにしか働かないよっていうね、すごくね、高度な技術で開発されたお薬、最近このお薬ばっかりなんですが、かなり効果は高くて副作用は少ないっていう特徴を持っています。はい、この円形脱毛症のこのお薬もチニブとつくので、副作用は少なくて作用は強いということが期待できます。円形脱毛症のお薬ってね、まだ数少ないんですよね。そんな中、新しいお薬が承認されたので、ストレス社会で毎日戦っている方には希望の光となるかなと思いまして、ご紹介しました。もう一つですね、さらに希望の光になると思うお薬ありました。ご紹介します。目の遺伝子治療薬、ルクスターナというお薬です。はい、国内で初承認とありますね。すごいんですよ、このお薬。なぜなら超高いんですね。米国では1億円超えの高額医薬とあります。治療に1億円以上かかるお薬が承認されましたというお薬です。本当に珍しい病気の薬なんですね。とっても珍しい病気の薬なので、こんだけ高いということになります。こちらですね、難病の遺伝性網膜ジストロフィーという病名のお薬です。ここでですね、どんだけ少ないかというと、ここですね、5年間で15人程度を見込むとあります。なので5年間で15人の方に使うかどうかぐらいの珍しい病気なんですね。どんなお薬でも開発には億単位のお金がかかります。で、そこで患者様が少ないとどうしても元が取れないということで、希少な病気の薬っていうのはね、開発されにくいんですが、今回は希望の光ですよね。ルクスターナというお薬が承認されました。
この病気でお困りの方は少ないとは思うんですが、少しでも情報がね拡散するといいなと思って今回このニュース取り上げてみました。最後にこちらはねとっても大事なニュースです。はい、緊急避妊薬アフターピルとも言われますが、とうとう日本でも薬局で買えるよっていう風になりそうです。読んでいきます。緊急避妊薬を薬局販売へ、処方箋なしで試験運用、厚生労働省というニュースが出てました。ピルは女性が毎日飲むことによって常に避妊をできるよというお薬になっています。避妊成功率は 100% です。このこちらの緊急避妊薬アフターピルとも言うので、アフターつまり成功後に飲むピルなんですね。避妊を失敗したとか、まあ、ピルを飲み忘れたとか、男性が避妊をしなかった、そういった場合にこちらを3日以内ですね、成功後72時間以内に飲めば避妊ができるよというお薬になっています。これピルとは違って 100% 避妊ではないんですね。3日以内、72時間以内に飲んで約 80% が避妊できたってありますので、決して、ね、100% ではないんですが、かなり避妊率は高いんですね。ですがこれをもらうには今病院を受診しないといけません。病院を受診しないとアフターピルがもらえないっていうのは先進国では日本かなり珍しい例なんですね。アメリカとかヨーロッパの方では当たり前にドラッグストアに売ってるお薬になります。まあ、そうですよね、72時間以内に受診しないとダメなわけですから、お仕事されている女性がちょっと病院に行きますってね、簡単に休み取れないこともありますよね。またこういう避妊の失敗っていうのは学生さんがね割と多いと思うんですが、学生さんが婦人科に行ってたってなったらね、やっぱ地元で噂立ったりして嫌じゃないですか。だから誰にも言えない、後に引けなくなってから条約判明して結局望まない妊娠をしてしまった学生さんの被害っていうのはねかなり多いんですよね。今回の試験では各都道府県1つ以上は試験のね場所ができるようです。こうやって医療界でね新しいことをするよってなると、どうしても大きな組織が存在しますので、反対だったり賛成だったりとかね、いろいろごちゃ混ぜになっちゃって、結局2017年からずっとねこうやって言われてたんですけども、ようやく今年試験が始まりますので、私としては明るいニュースだと思いましたので今回取り上げてみました。ということで6月の医療ニュース以上になります。質問などありましたらいつでもお待ちしております。最後までお付き合いくださりありがとうございました。竹下でした。